大人の遊びをしようじゃないか。リブレッジ投資家一つです。本日もよろしくお願いいたします。さあ、11月末に向けてね。 株価の方はね、しっかりと上昇していくんじゃないかということで、<laughs> 上昇したときはね、まあしっかりとね、利確ポイントっていうのをね、定めていって、利確しないといけないですし、万が一ね、下落していくときのようにね、まあ、資金の方もね、株からドルにね、戻しておかないといけないということがありますので、まあ、このあたりをね、しっかりと煮詰めていきたいと思います。 アメリカの現物の株式の取引は大人の立ち並みです。作戦会議スタートです。はい、まずね、えー、ソクルの方ですね。場中が開いている間は右肩上がりと、まあしっかりとね、えー、上昇しているのでいいのかなという感じですよね。ただ、冷やしの方のね、えー、チャートを見ますと、やはり出来高が細ってるんですよね。 まあ、ただ、この少ない出来高の中でも、まあ、しっかりと上昇をかけていっているということに、ねまあ、なりますので、やはりね、改正力の方がね、まあ、かなり多い段階と、まあ、いうことになっているんで、まあ、ボリンジャーバンドプラス2シグマに沿って、ね、バンドウォーク中ということになりますので、これが、ね、どこまで上昇していってくれるのかと。まあ、とりあえずは 9月の5日につけました24.51、ここをね、超えてきていただいて、今年の最高値にね、チャレンジしていただきたいなというふうに考えております。まあ、こうなってきますとね、今は買うタイミングよりもね、売るタイミングということになってきますので、売るタイミングということで考えますと、10月の31日につけた最安値14.01、ここから今、急上昇をかけていると。 いうことになってます。終わり値が23.13ということになってきましたから、まあ、ほぼほぼね、えー、68%ぐらいはね上昇しているのかなというふうに思います。月曜日5、5%上昇で24.28、8%上昇で24.98ということを考えてます。ただね、まあ、そんなに5%もね、終わり値ベースで伸びきるというよりは、まあ、ヒゲタッチということでね、 場中で一旦ぐんと伸びて、その後ね、利格されてということがありますので、まあ、このね、24.28あたりぐらいまではね、差し入れ入れておけば、ひょっとしたらね、届く可能性もあると。そうしまして、この24.28になりますと、プラス70%っていうところは超えております。75、6%ぐらいでしょうかね。まあ、そのあたりまでね、この最安値、ね、14.01から伸びていってるということになりますので、そろそろおしめが入ってもおかしくない。ただし ソクルっていうのは14.01ね、ここまで落ちたときっていうのは50%以上の下落ということになっておりましたので、まあ、こういう、ね、大きく調整を食らったときっていうのは大きくリバウンドするということがありますので、まあ、ひょっとすると、ね、100%上昇までいけるかもわからないと、ただ100%上昇いったとしても28.02ということになりますので、 まあ今年の最高値28.75。まあここにはね、届かないということになっています。まあこのあたりのことも考えて、まあ少しずつ少しずつ短期の速度を握られている方っていうのは、ここをね、えー、しっかりと理学していくっていうのがね、いいのかなというふうに思います。さあ、テスラ1.5バイブルですね。はい こちらの方はね、エントリーポイントということでね、10.34というふうに出しております。まあ、このまま下がっていくのか下がっていかないのか微妙なところということになってます。5分足の方のね、チャートで見ますと、これね、下がりすぎなんですよね。下がりすぎてるんで、その後リバウンドしてね、しっかりと戻してるんですけれど、マーケットが開いたところと、マーケットが終わったところだけで見ますとね、対して増減がないということなんですよね。 冷やしの方のね、チャートで見ますと、まあ、上髭も下髭もしっかりとついていると。まあ、ただ、下髭の方がたっぷりついてるのかなということなんで、まあ、このあたりで今のところは持ちこたえてるのかなと。ただ、ボリンジャーバンドプラス2シグマ、一旦ね、上抜けして、その後、叩き落とされてるという状態なんで、 ひょっとするとね、まあ、このまま、下落していく可能性があると。下落していくようだったら、どこで拾い出すのかというと、エントリーポイントは10.34、ここから拾い出すということですね。逆に、ま、上昇していくんだったら、10月の10日につけた17.16、ここをね、しっかりと超えてきてくれるのかどうかと。まあ、ここはね、来週、しっかりと観測していきたいポイントですよね。そうしまして、まあ、テスラもね、上昇するならば、ということで考えていきますと、 直近の安値っていうのは10.4と。そして終わり値が13.62ということなんで、まだね、この直近の安値からね、プラス50%にもなってないんですよね。ということなので、まあ私はこのプラス50%になれば、少しずつ少しずつ利確していきたいというふうに考えてます。月曜日、プラスね、10%したとしても、まあ15ドルぐらいまでしかいけませんのでね、月曜日は、 まだね、生還ということになります。逆にそこを掘っていったとして、月曜日マイナス5%で12.93、マイナス8%で12.53ということになってますんで、まあエントリーポイントにも届かないと。とりあえずテスラ1.5倍ブルは生還という、ね、ことになってきます。保有しておりますテスラ1.5倍ブル、224株はマイナス24.98、東賀産講座60株はマイナス17.28、マネクス証券はマイナス8.82ということになりますので、 踏みとどまっている感度ね、テスラ1.5倍ブルですけれど、一気に上昇してしまえばね、この程度のマイナスのトータルリターンというのはね、一気にプラスになっていくということがありますので、まあ、しっかり毎日ね、観測していって、理覚できるようになれば利確、リバランスできるようになればリバランスということをね、考えております。 さあ、2回目のね、リブランスの準備をしておきましょうということで、マネクス証券が14.94ということになってますんで、プラス50%した15.6からですね、6株ずつ、プラス60%まで利格していくと、23セント刻みでいきます。 さあ、ラブ行きましょう、えー。ラブ、最安値は2.42のままです、まあ。ラブもね、しっかりとね、上昇をかけていってくれてるということでね、プラス10%前日に伸びているということで、まあ、この力強いね、上昇が続いてくれればいいんですけれどと。さあ、冷やしの方のね、チャートで見ますと、2日前につけた、えーまあ、上髭をね、ぐっとつけて、えー、ボリンジャバンドプラスニシグマを突き抜けていたラインぐらいまでね、戻ってきたと、今回は、 対しててされいいいないとということがありますので、まあ、前回の高値というのは超えておりますのでここはね、はい、しっかりとバンドウォークを起こして上昇していってほしいなというふうに思ってます。 もう今はね、私の場合は、今のところは、テスラ1.5倍ブルが売れれば、次ね、ラブという順番になってますんで、まあ買いませんけれども、終値が3.46ということがありますんで、まあ再度下落していってね、3ドル切ったところあたりは、買いのポイントになってくるのかなと。ただこのままね、上昇していけば、 えー、まあ今買っておくのがベストなのかなというね、えー、ところがあります。まだ冷やしの方のね、チャートで見ても確実に上昇トレードに移ってますよね、というふうには思いませんので、まあラブはちょっと不安定要素が多いんでね、まあ再度下がってきて3ドル切ったら買ってやるぜぐらいの気持ちでいいのかなというふうに考えてます。さあ、保有しておりますね、えー、ラブネックス証券440株は え、マイナス38.42と。えー、そして、えー、楽天証券840株はマイナス39.64ということに、ねえー、なってます。まあ、ラブの方もね、一時期は、 マイナス50%っていうのをね、記録しておりまして、一番マイナスが出たのが56.44ですね。まあ、ここから見れば38.42まで回復しておりますのでね、まあ、ゆっくりと抱きながら、タイミングが来たらね、買い増ししてとどめを出していきたいなというふうに考えてます。TMF はね、ちょっとね、再現なんで分かりづらいところもあるんですけれども、じわーっと上昇していってるような雰囲気ですよね。まあ、このままじわーっと え、上昇していただければいいんじゃないかなと。プレマーケットの方ではね、久々に私ね、5ドルっていうのをね、見ました。マーケットが開いてる時でもね、一瞬5ドルっていうところまでね、到達しておりますので、まあ、来週はね、5ドル終わり値でね、確保してほしいかなというような状態でしょうか。保有しております TMF。TM こちらの方は100株特定口座マイナス32.28マネックス証券マイナス28.82ここから下は一般にサく100株はマイナス36.52260株はマイナス32.81とまあこちらの方もね自己回復してきてるということになりますしまあ12月はね分配金がいただけるということなんでまあ分配金いただいてしっかりとね来年もホールドしていきたいなとそして年末までに1000株っていうのはどうやらね到達できそういない ないですけれど、まあ、来年も安ければね。しっかりと odmf 買いましねしていきたいと思います。あとはタイミング次第ですかね。 DPST の方は、ちょっとね、下落するのかなと思ってたんですけれど、持ち直した感じになってますんで、まあ上昇をしていってますんでね、この上昇がどこまで続くのかをしっかりと観察していきたいと。DPST まだね、買うタイミングではないと。Apple 1 5バイブルこちらの方もね、ちょっとレンジに入ってるようなんで、この後グッと伸びるのか、グッと下がるのかっていうね、下がっていけばエントリーポイントをね、算出していきたいと思います。 はい、QLD ね、えー、こちらは仮想レバナンスということになっているんですけれど、えー、今年にね、付、えー、けた最高値70.74。 まあそこまでね、え、あと一息ということになってます。ただ、冷やしの方を見ますと、出来高は細ってますし、そして、レンジに入っている模様と、このね、4日間ぐらいレンジに入っているということなんで、まあこちらの方も、ここでもみもみしながら、ぐっと上昇するのか、ぐっと下落していくのかっていうね、まあ2分の1の確率になっておりますので、まあレバナスの方をね、わずかですけれど、理覚しております。あとね、上昇していくようでしたら10、10%刻みで。 レムナスの利確を進めていこうというふうにね、考えてますんで、まあ QLD もね、今年の最高値を今年中に抜けることがあるのかどうかというね、ここが、まあ、最大のね、注目ポイントというふうに思ってます。 売却の方はね、えー、ありませんので、11月の累計は変わっておりません。実現損益プラス140ドル74セント。3月から11月はプラス4625ドル7セントというね、えー、ことになってます。まあ今はね、えー、テスラ1.5倍ブル、えー、こちらにね、えー、集中しているということになります。絶対に負けない取引。株価が下がれば含み益下がるのは当たり前と。株価は 下落と上昇を繰り返していきます。損切りの必要はありません。株価戻るまで余裕ぶっこいて感染ということでね。まあ今しっかりと上昇トレンドに移ってて、私の中ではもうね、そ、えー、打ち感したんじゃないかということで、あとはね、年末に向けていろんなイベントがありますのでね、まあちょこっと下げる時があったとしてもしっかりと上昇していってくれるんじゃないかと。特に12月の FOMC で FF レートの利上げっていうのがね、おそらくないということでなれば、 まあその後ね、年末ラリーにつながっていくんじゃないかということで、まああと残ってるね、一つ一つのイベント、11月の PCE、12月にかけての FOMC、CPI とかね、まあこのあたりをしっかりと。 乗り越えていって、株価の方はね、上昇していくということでね、今保有しております、私の商品たちがどん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 ね、プラテンしていくと。そしてね、ちょっと勘違いされてる方がいてるのかなということで思いますのが、コメント見てますとね、はい、レバナスね、損出しした方がいいですよとかってね、コメント書いてる人いますけれど、私の保有しているレバナス全部プラテンしてるわというね、話で、今はね、レバナスの方をどんどんとね、利確進めていく 行くというね段階になっておりますので、まあ、そこをねまた別動画の方でね作っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。